こんにちは。皆さん、メガラサに再びようこそ。今日は美味しい豆腐、タフ、料理を作ります。つまり豆腐、タフ、トランペティスです。では、豆腐ランペティスとは一体何でしょうか？豆腐は皆さんご存知ですよね。現在ではどこでも手に入るようになっています。そして、テロハインドネシア語で釜を意味します。豆腐、マネペティス、これがそれです。フェティスは例えばインドネシア語のエビペストです。しかしこれはトラッシーとは異なります。これはリンゴジャムのような構造を持っています。だからそれはリンゴジャムのように見えます。しかしそれはエビ、つまりニューデタエビから作られています。では今すぐ豆腐を切り始めましょう。これを小さなブロックに切ります。他のものをもう少し大きくすることもできますが、私はブロックが小さい方が美味しいと思います。そしてここにあります。まずは全てをはめ切っておきます。ここにセロリがあります。それを噛みます。これは最後に使うためのもので、貼り付けに使うと言ってもいいでしょう。この料理は本当にさっぱりした味でとても美味しいです。そしてさらに少し高ネギを加えます。風味を引き立てるために。私はこれを抑えました。私はあまり必要ありません。これで完了です。そして今タロンが3つあります。それを割ります。料理をする際にはまず少し顔を加えて全体の味を引き締めます。その後少し顧客を加えることでさらに風味を豊かにします。これにより料理全体の味わいが一層引き立ちます。さらにさらにさらに少しだけゆっくりと軽く頬を立てる。これは本当に作るのがとても簡単な料理です。豆腐をどうしようと思った時に試してみるととても美味しいです。ではこれですね。ね。そして豆腐のブロックを少し卵に加えます。豆腐は今納豆と少しだけ混ぜられていて、これから焼きます。実際にはオムレツを作りながらソースを作っています。そしてはい、これから始めます。もうすぐ見てみましょう。今のところこの動画が面白いと思ったらいいねを忘れずに、もちろんまだこのチャンネルに登録していない方はぜひ登録してください。そしてベルのアイコンを押しておくと通知が届きます。また何か美味しいものを作るとき、そして自分が何をしてきたのかを考えるとき大丈夫です。すべてのレシピは私のサイトメガラサ .com に載っています。そしてもちろん私をインスタグラムでフォローするのを忘れないでください。さてこれを焼きましょう。さて私は再びコンロの準備ができました。そして今からフライパンに粉を入れます。フライパンは温まっています。そして私たちは例えばコンと豆腐をフライパンに混ぜます。そうですね、もう少し高いと思います。
少し分ける。彼は少し冷めてしまいましたが、それは問題ありません。私のチャンネルに来たばかりの方々で、私は新しい誘導調理器を手に入れました。だから使うのは2回目です。次の私たちは美味しいチキンキャッシュが作られました。だから皆さんもチェックしてみてください。とても美味しいですよ。さて、それは温めているのでただフィタをします。こうして上の部分もきれいに火が通ります。そしてその矢にソースを作ります。ここにニンニクの一片があります。例えば少しツタを剥きます。それをウレタンスリハチョビク握ります。これはインドネシアのスリハです。チョベクとウレカン。さて、例えばニンニクの一片とサンバルウレックがあります。もちろん新鮮な東神球やチュアベラウィットを使うことができます。ただ今日は少しズルをしようと思います。ビティスプーンを使います。その理由はいつもより少しだけ特別な味を楽しみたいからです。今日は特別な日で普段とは違う方法で料理を楽しむことにしました。サンバルウレック、例えば辛いのが好きならもちろんもう少し使うことができます。そして例えば、ペティス、つまりエビペストです。私は少しだけ一倍のスープを使います。見てください、構造が見えます。一応リンゴジャムにもっと似ています。それはトラッシュと同じようにエビから作られています。トラッシュだけは例えばから作られています。発酵したエビ見てちょっと確認して、はい、今放力って言いますのでとても良いです。それを少し低くします。そう、そしてここにテカイダレがあります。これはちょうど火化したばかりです。これを今から加えます。しかし私はこれを少し細かくします。主にニンニクを、はい、それはリンゴシロップに非常に似ています。もちろんこれをキッチンマシンでも使うことができますが、私は皆さんに一度見せようと思います。本物のウレカン、チョベックを使って、だから本当にインドネシアのウレカンです。さて、あのニンニクを使います。それは本当に必要です。うまく細かくすることができますね。さて、それはもちろん簡単です。なぜなら白い部分が見えるからです。それは後で見えないするべきです。いい感じですね。それでは少しだけピーナッツバターを入れますね。こちらにピーナッツバターがありますね。私はピーナッツバターを選びました。もちろん自家製のローストピーナッツを使うこともできます。しかしピーナッツバターはもちろん少し簡単です。そしてピーナッツバターを使ったり購入したりする場合、ラベルを見て花側を確認してください。本当に 100% ロストされたものであることを確認するためにピーナッツが存在します。つまりただの全てが E 番号やパムユーではありません。これは本当に一番美味しいのでやっぱりローストピーナッツだけです。見てみましょう。少しだけやってみます。混ぜます。もちろんすぐに濃くなります。ちょっとだけ見てきますね。うん、いいよ。もう少しだけね。
そして私たちが持っているのはケチャップ生ニスです。ちょっと見てみましょう。1、3、もう一つ、はい、このレシピはだいたい適当に作るので、作ります。実際にはほとんどない。もしそうなら大さじ2倍か小さじ2倍、私はただ手でやるだけです。でも今もちろん皆さんのためによくしなければなりません。でも皆さんがさて何を入れたんだっけと思ってるなら、その後もちろん全てをもう一度見返します。そして全てをきちんと整えます。私のウェブサイト、それはメガラサ .com です。そこには全てのレシピがあります。そしてもしあなたが、もちろん私の YouTube チャンネルを見つけたばかりなので忘れずに登録してください。そしてこのビデオにもいいねを押してください。さてここにお湯があり、それを少し加えました。私はソースの濃度をしっかりとしたものにしたいです。今はまだ少し濃すぎます。少し優しくかき混ぜる必要があります。ソースが混ざったので少し眉間をします。美味しいですが、もっとペーティスを入れるべきだと思います。私はちょうど大さじ1をちょうど入れました。そして今月半分を追加します。つまり 1.5 です。そしてこれで完成です。それからケチャップマニスを小さじ1杯加えます。そしてほんの少しだけ塩を加えます。そしてまたび慎重に混ぜます。すべてはもうよく混ざっています。そして例えばニンニクもすでによく混ざっています。今スプーンで実際に混ぜることができます。そしてここで私がさらに何をするか、ここにあるのはもやしで、これを今から沸騰したお湯で短時間ブランチングします。さてソースはほぼ完成です。ここにガメ調理されたダレがあります。それではもやしをさっとブランチングします。諸苗もやしを入れてすぐに終わります。はい、確かにそうです。3、4数えますか。このような再び取り出す。国が小さすぎます。これダレを切ります。ではちょっと見てみましょう。もちろんこうやってひっくり返すことはできるけど、やっぱり少しだけ危険なことをやってみようと思います。いいえ、これはフライパンではありません。実際にはフライパンが必要です。さあ行きますよ。1、2、少しタモが入ってるけど気にしないで、私はうまくいきました。だからもし挑戦するなら家で考慮してください。料理をしている時に散らかしてしまうことがありますが、まあお亡くなることもあります。でも私は成功しました。
ゲートは必要なく、ほぼ準備が整いました。それではサーブできます。あー、まあまあです。私の服はカメラの後ろで少し怖がっていましたが、これはタフテロルは完成しました。ソースも準備できて、もやしはブランチングしました。私たちは提供できます。私はちょうどタフテロルをひっくり返したところですが、もし皆さんがよしこれはやらないぞと考えるのではなく、特にやらないでください。それは危険な場合もあります。自分にできると確信しているならやってみてください。そしてよしやってみようと思ったら、私たちはそうしないということができます。だからただのリマインダーとして切り分けておけばいいのです。もちろん危険なこともありますね。さてここに美味しいタフテロルがあります。そしてもやしがあります。上に置く。それら使います。そして上に美味しいソースをかけます。これはまた少し違います。ちなみに世界ご飯と一緒に食べるととても美味しいです。ロンターニャ、もち麺についての話です。そしてそれが何かわからない場合は次回それをお見せします。そしてもちろん少しセロリです。もしなければパセリでも大丈夫です。黒ネギは私はそれが大好きです。それは楽しそうですね。そしてもちろん揚げ子ネギも。このような、さてタフテロルペティスが完成しました。これは本当に作るのが簡単でしたね。だから私たちもこれを示してみましょう。このビデオが気に入ったらいいねを押すのを忘れないでください。そしてもちろん、もしあなたが私のビデオチャンネルを見つけたばかりです、忘れずに登録してください。もちろんベルを押して、彼女がさて彼女は何を入れたのと思ってる時にもうわからない、チメスな、下にレシピへの直結リンクがあります。そしてはい、私のインスタグラムもチェックしてください。フォローしてね。もしこの料理を作ったら私をタグ付けして教えてください。コメントでこれについてどう思うか教えてください。さていただきます。私はこれを楽しみます。じゃあね。